をより多くの人に伝えたいと思ったことがきっかけです。私は高校卒業後、生まれ育った周南市を離れ県外の大学に進学しましたが、周南市以外の町で暮らす中で友人たちと会話するたびに周南市ってどこというふうに聞かれることが多く、周南市の知名度が全国でまだまだ低いということを実感しました。そういった経験を通して将来は周南市の職員として周南市の魅力を全国に伝えていきたいと思うようになり、周南市役所を志望しました。児童手当や児童扶養手当や乳幼児や子ども医療費助成など子育てに関わる手当の給付の業務に従事しています。私は主に児童手当を担当していて、出生や転入に伴う申請の受付や申請内容の審査、手当の支払いの処理などが主な業務内容です。直接市民の方々と関わることができることが大きなやりがいだと感じています。市民の方々はそれぞれ様々な困りごとを抱えて市役所まで相談に来られますが、時には要望に応えることができずに厳しい言葉をいただくこともあります。そういった時も自分の対応を見直すきっかけとなり、とても意見をいただけることがありがたいです。また相手のニーズを考えながら業務に当たることで毎日がとても勉強になります。あと感謝の言葉を直接市民の方から言っていただけた時にはとても嬉しく、私ももっと頑張ろうと思うことができます。市役所で働くことの良いところは、さまざまな分野の仕事に携わることができるところだと思います。日々学ぶことも多く大変だと感じることもありますが、仕事を通して幅広い知識を取得することができ、自分自身を成長させることができます。入庁して1年半が経ちましたが、まだまだわからないことも多く戸惑いばかりの毎日ですが、周りの先輩や上司の方が丁寧に指導やフォローしてくださるおかげで働きやすい職場で仕事ができていると感じています。ぜひより良い周南市を目指して一緒に頑張りましょう。